二法の改正により昨年から行われた13個師団の編成替えが8月15日完結。これにより第6師団は山形県神町に設置されることになりました。秋空の9月28日、富士重工宇都宮製作所飛行場で防衛計画第2年度による国産 KM2 型飛行機の納入式が行われ、公開飛行によってその高性能ぶりが発揮されました。対空ミサイルナイキアジャックスの訓練のためアメリカに派遣されていた自衛隊員339名のうち第一陣89名が11月3日元気に帰ってきました。35年度計画の護衛艦天津風の起工式が長崎三菱造船所で11月29日厳かに行われました。同艦は排水量3050トン、近代的な新鋭護衛艦で38年11月完成の予定です。潜水艦冬潮の進水式が12月14日神戸三菱造船所で行われました。冬潮は排水量750トン、海上自衛隊の新威力として活躍する日が待たれています。防衛力整備計画に基づく航空自衛隊の主力ジェット戦闘機 F104J のエンジンが今石川島播磨重工業田無工場で組み立てられています。出来上がったエンジン本体は厳密な検査の後この試運転場でテストが行われます。近代科学の粋を集めたこのエンジンはおよそ2万メートルの航空でマッハ2前後の超高速飛行をするようになっています。愛知県にある新三菱重工では同期の機体組み立て作業が休みなく続けられ、防衛力整備計画の一翼として進められています。5月21日東京都下の横田飛行場でF104J ジェット戦闘機の招待披露が行われました。国産ミサイルの第1号対戦車誘導弾マットの初の実弾射撃が8月山梨県北富士演習場で行われ、その威力が期待されています。
アメリカ統合参謀本部議長レムニツァー大将は4月5日アジアの軍事情勢視察の傍ら防衛庁を訪れました。大臣室で藤枝長官、林統幕議長などと歓談しました。4月7日源田稔氏の後を受け、松田丈志空将が航空幕僚長に就任しました。陸海空自衛隊の公務による殉職者526名の慰霊碑が完成し、自衛隊市ヶ谷駐屯地において5月26日池田首相、自衛隊幹部、遺族1000名の参列のもとにその慰霊祭が行われました。自衛隊体育強化のため朝霞駐屯地に5月21日都が事務次官、体育協会武田会長代理などを迎え、陸海空共同の体育学校が開校されました。学生たちは日頃鍛えた妙技を披露しました。10月29、30の両日、第1回自衛隊幹部候補生学校対抗ラグビー大会が雨の東京秩父宮ラグビー場において開かれました。に備え選手強化対策の一つとして7月18日東京朝霞自衛隊演習場を中心に日米親善近代五種協議会が開かれ、日米双方のペナントを交換した後白昼した試合を展開しました。7月18日、池田内閣の改造が行われ、藤枝長官に代わり、志賀健次郎氏が長官に任命されました。新長官は新任式後、初閣議を終えて防衛庁へ。炎天下の7月26日、志賀長官は大森陸上幕僚長をはじめ自衛隊幹部を同行。初めて東京練馬の第一師団長以下の隊員を歓迎しました。日本、メキシコ両国親善のため10月11日ロペスメキシコ大統領夫妻が来日。天皇皇后両陛下、皇太子同妃殿下をはじめ池田首相、閣僚多数が出迎えました。大統領は整然と居並ぶ儀仗隊を歓迎しました。10月17日、自衛隊幹部会議が東京市ヶ谷自衛隊講堂において開かれました。池田首相は初めてこの会議に出席し、自衛隊高級幹部に訓示を与えました。10月28日、秋雨煙る明治神宮外苑で恒例の記念式典が催されました。壇上の観閲官、池田総理大臣、
各国駐在武官、一般観衆の見守る中を、防衛大学学生隊、婦人自衛官をはじめ、機械化部隊のパレードが展開されました。防衛庁に防衛施設庁が設けられ、開庁式が11月1日を行われました。同庁は調達庁と防衛庁建設本部が合併したもので、これにより自衛隊と在日米軍の基地行政の一元化が実現されることになります。アメリカ政府の招待を受けた志賀長官は随員とともに11月9日日航機で羽田空港を出発しました。12月1日、東幕議長、陸海空各幕僚長の階級章が四つ星に制定され、防衛大学学生も儀礼塔をつけることになりました。防衛思想普及のため、37年には各地で防衛博覧会が開催されました。東京向こうが丘の防衛博覧会、高松の宮妃殿下もご来場、親しくご覧になりました。公開された数々の兵器類に一般の人たちはもちろん、青少年は特に興味を持ったようです。緑に包まれた熊本城、躍進する熊本での防衛博覧会は隊員の説明を熱心に聞く人たちでいっぱいです。大阪市枚方において開かれた博覧会、初めて陳列された旧海軍の特殊潜航艇に入場者はまず驚かされ、戦車の試乗は大好評。珍しい兵器を見守る青少年の真剣な表情、どこでも説明に隊員は汗だくの奮闘ぶりです。石川県小松市で開かれた防衛博覧会、高松の宮殿下が会場のテープを切られます。陸上自衛隊レンジャー部隊の実演、航空自衛隊員の一大ページェントは観衆に大きな感激を与えました。北九州戸端と若松の同海湾上を結ぶ東洋一の若戸大橋は、我が国橋梁技術の粋を集めて9月26日、開通のテープが切られました。自衛官秋月もこれを祝して、大橋の下を歓声を受けながら通過します。若戸大橋開通記念の大博覧会、九州はもちろん本州からも多数の参観者が詰めかけ、防衛官では自衛隊の現状を紹介する隊員たちの努力に人気が集まりました。夏休みになると小学、中学、高校の各学校では夏に鍛える夏季学校が開かれます。自衛隊は各団体の希望により全国で夏季教室を開きました。海上自衛隊横須賀竹山教育隊でも関東地方の小中高校生を集めての海洋教室です。自衛隊員と生活を共にして元気いっぱいの生徒たち、自衛官に乗って喜ぶ小さな海の強者たちです。予定のスケジュールが終わって帰ってゆく生徒たちは、また来ますと名残惜しそうでした。東北地方の高等学校生徒を対象に八戸海上自衛隊での夏季教室、隊員の衣類が渡され、指導官から航空知識の講習を受ける生徒たちは目の前に憧れの飛行機を見て嬉しそうです。
いよいよ飛行機に乗れるぞと全員大張り切り。陸上自衛隊では阿蘇の高原で熊本県下の中学高校生と共にキャンプ生活を行いました。名古屋小牧航空自衛隊の夏季教室は高校生を中心にジェット機についての講習が行われました。近代航空の花形ジェット機の説明を熱心に聞いている生徒たち。講習が終わって自衛隊機で大空へ。第6回遠洋航海部隊6月8日旗艦テルズ機で20年前のシドニー洋行司令官グルード少将に贈る記念品が永井司令官に手渡されました。遠洋航海部隊は盛大な見送りの中に豪州方面を目指して70日間の総渡に着きました。日本赤十字社名誉総裁皇后陛下のご臨席のもとに創立85周年記念の災害救護演習が5月16日東京多摩川で盛大に行われました。集中豪雨堤防決壊という想定の立体的な大救護演習に観衆は息を凝らして自衛隊の活躍を見守っています。7月2日3日九州西部から中部にかけての豪雨により陸上自衛隊久留米駐屯部隊は急遽出動。自衛隊員の懸命な働きは地元民を深く感激させました。台風9号は8月4日北海道に上陸、各地に集中豪雨をもたらし、特に石狩川沿岸は濁流に覆われるなど甚大な被害を被りました。自衛隊は地元民の感謝の中に日夜必死の努力を続け、災害を最小限に食い止めました。8月24日午後10時、三宅島の中央にある小山が22年ぶりに大爆発。1000メートルに近い火柱は島民を不安のどん底に陥れました。
幼児、学童、老人に対し海上自衛隊の若葉知床によって9月1日、千葉県館山に集団避難を実施しました。恐怖を逃れてほっとした表情の子どもたち。島の子どもたちは元気で、初めて見るディーゼルカーや鉄道に好奇の目を見張っていました。例年にない東京の水飢饉を防ごうと、科学技術庁気象庁の要請により人工降雨の初実験が9月3日行われました。統合幕僚会議議長の統括のもとに11月3日、陸海空3自衛隊の合同上陸作戦演習が東海地方で初めて行われました。より7日間、北海道の広大な石狩平野で第一空挺団第7師団による大演習が航空自衛隊第2航空団の協力のもとに行われました。海上自衛隊では北九州海域で自衛艦隊佐世保舞鶴領地交代の精鋭艦艇90隻を集め訓練を行いました。日本の空を守るため日夜休みなく活躍するレーダー基地。11月名古屋地区で航空自衛隊の防空演習が実戦さながらの緊張した空気の中で行われました。待機中の隊員は一斉に飛び出し大空へ。